えのもう、えっと、日付的には昨日になっちゃったけど、放送があったじゃないですか、TBS、ゼウス、ね、あの、芸人 VS ジャニーズの、ね、結構見てくれた方多いと思うんですけどもね、ゴールデンタイムで。いい時間だもんね。あの、ま、見てない方、あれですけど、これあの、芸人軍団、 ねえ、もう20人ぐらいか。そうですね。ジャニーズ軍団もね、はいうん、もう20人ぐらいの体制で、お互いがいろんなそのレスリングだったり、うん、PK 戦対決だったり、うん、まあ綱渡り対決とか、まあいろんな競技で対決していくっていう番組がね、うんうん、昨日オンエアになったんですけども、うん、すっごい規模だったじゃん。うんうんね、初めてだよね。久しぶりに視聴者としてもなかなか、うん、 見ない規模だよね、うん。その場に俺らもいたって、ちょっとまだ見てないから分かんないけどね、うん、実感できないぐらいの、すごいね、い<や>大掛かりな。ね、すっごい大掛かりでさ、うん、で、まあいろんな競技でね、うん、芸人の代表者とジャニーズの代表者が出てきていろいろ対決をしていって、うん、<laughs> まあどちらが勝つのかっていうね、番組だったんですけども、うんうん、まあリスナーは多分結構見てくれてると思ね。まあね。そうでしょう。ね。うん だもう準備期間だったりね、うん、まあ裏のバタバタ加減もすごかったけどさ、ね、あのー、大きなスタジオを借りてね、うん、もうコンサートホールみたいな大きいところにセットを大掛かりなのを組んでやったんですけども、あの、第1回戦の対決がレスリング対決だったんですよね。で、そこにもまあ芸人何人か代表者が出てきて、うん で、ジャニーズとその背中をつけて何秒、5秒つけたらもう勝ちのルールみたいなレスリングをやったんですけども、アバれるくん選ばれてたじゃん。はい。うん。うん。で、朝来てさ、まあ結構あの大部屋みたいな楽屋で、アバれるくんがさ、なんかそのセッティングの台本みたいのを見て、すげえ悩んでて、うわ、どうしよう、マジでこれどうしようって、ガチトーンで悩んでて。 などうしたたのっって言ったら、うんうん、いやなんかレスリング、うん、僕やるっては聞いてるんですけども、うん、なんか上を脱ぐって聞いてなかったんすよねー、うん、って言って「お前、うんまあ、も上ぐらい別にいいじゃん」って言って「いや平子さん俺腹がポコンって出てんすよ」<laughs> <って> <laughs> 多分ですけど世間的には俺 ントがマジでバッキバキのイメージあると思うんすけど、この腹見せちゃうと、マジでがっかりさせることになると思うんすよ、ね何気にしてんだよ、バレる。すっげえ気にしてて。畜生こんなことから日頃から鍛えとけばよかったんだ。嘘、嘘。本当に悩んでて。レスリングもわかんねえし、俺、これでも勝ちたいからどうすればいいんすかねって、裏でね、ずっと悩んでたら、 品川さん、品川少女の品川さんがそれを聞きつけて、なんだ、我くん、不安なのって。で、レスリングって、まあ、まずとりあえず、相手を倒すのはタックル。この体勢とか、入ったら、後ろに回る。この素早さだからって言って、その、ほら、走行格闘技をやってるじゃん、品川さん。そのね、レスリングの技術を仕込み始めたのよ。 暴れる君に、この低い体勢からこう行って腕こう回して、うん、で、ここでこう押さえ込むとも相手は動けないように。うん、ああ、そうですか、わかる。ます、あ、すごいっすね。うん、説明してたらもう品川さんどんどん熱くなってきちゃって、もうルール上使えねえ技とか、<laughs> <laughs> ジャブで、あの、目を避けさせといてからのタックルとかを教え始めて。 ほんでもう、熱くなってきちゃって、もうシャドウシュッシュやり始めたって。キックボクシングの。あぶ危ねあ危ねって周り敷いててさ。でもさんも色派からむずーっと暴れるくんもちょっともういいな、みたいな顔してんだけど、20分ぐらい教え込んで、二人とも汗だらだらになってて、たけで本番見たら暴れるくんその技術一つも使わずに。泥試合みたいになってたけどね。ガチだったね、でもね。勝ち。 びっくりした、本当に。すごかったね。面白かったけどね。いやいや、面白かったんだけどさ。で、なんかそういう一つ一つの競技があって、その一個一個の競技の勝者と敗者が出るじゃないですか。で、勝者にはご褒美部屋。で、敗者は、なんか全然それに対しても全然なんか喜ばしくない部屋にね、通されて、片や美味しいもの食ってんのに片やしょぼいものみたいな図式あったじゃん。でさ、 俺ら芸人チームが何かの競技で勝った時に、じゃあこちらどうぞ入ってくださいって言ったら、銀座キューベイのお寿司の、ねもう職人さんが実際に来ててカウンターがあって、もうテーブルの上にもずらっとね、そして並んでたじゃん。で、うわすげえなぁキューベイなんて初めて食べるって若手はさ、うわーってなっててさ、あの時、酒井気づいた俺ら群がったじゃん若手は。ぐわーって食ったじゃん、うめえうめえって言って。 で、だけどあの芸人のメンツの中でも品川さんぐらいから上の先輩たちはその寿司がちょっと時間経ってて干からびてるかどうかを一瞬で察知してそれ食べずに職人さんに新たに握り直してもらってたよマジかよおい俺らグワー食ってたろうめえうめえっつってバカみたいに食ってたそうそううめえっつってそしたらサラッと ダメだ。カピカピだって言って。その先輩のメンツは。あれとあれとあれ、握ってください。あえええって。もう職人さんも、ちょっと嬉しそうなのね。あそうなんですよ。握りたてがやっぱりみたいな。寿司の食べ方そうなんですよって握ってもらって、ツヤツヤの出してもらって、くたやっぱうまいうまいっつって。ええー。で、俺もカピカピのったらそんなの全然うまいから、そんなのでも。めっちゃうまかったよ。ガッツガツって、あ、新しいの出してもらってると思って。 俺もそっちくださいって、若手がブワーって来た俺もそっちも食べてみますつって、食ったら、うわうめえだってカピカピのでも、俺みんな出てった後さ、俺とドブロックの多分江口さんだったから、もう残ってんのむしゃむしゃ食べて、口の中もぐもぐやせながらエルメット。スみたいになって、冬眠前の。うまかったけどね、すっげえ。うまいほんとうまかった。 でも、ラインが違う、やっぱり。確かにね。びっくりするぐらい上手かったから俺、ちょっとしたもん、やっぱり、その先輩たちの所作が。すごいね。ああ。察知する能力が芸能界だなって思ったね。あの辺のメンツすごいね。はい。で、あの、PK 対決もあったじゃないですか。本当にあの、55ぐらいで PK でね。でさ、ジャニーズ軍のキーパーが、チネンくん。ね平成。ねの平成ジャンプ。 知念くんがやっててさ、小さい体でさ、こう手広げてぐーっとさ、ボール睨みつけてさ、キーパーもすごかったじゃん、横飛びでセーブしたり実際に。で、まあ、知念くん、かわいいのね。俺初めて生で見たからさ。かわいい。あの感じできっと真剣な目で見てさ、次こそ取るぞっていう目でギュやって見てるじゃん。俺、見ててさ、 可愛すぎてドキドキしてきちゃって。俺、これね、本当になんだけど、一瞬ね、あれって思って。やめなさいよ。いやいや、本当に。いや、めちゃくちゃ可愛いよ。顔つきとか、なんか、仕草とかもちょっと可愛かったりするんだよね、その、一生懸命やってる感じとかね。でも、どっかに男っぽさがあるじゃん。ん。俺、ちょっとキュンってなっちゃってさ。で、あ、これかって。 分かっちゃった。そういうのから、入り口そういう感じなのかないや、そうだよ。ね男でわかるんだもん。確かにね。いや、それでだから女の子はもう失神寸前になる気持ち分かったわ、俺。ギャーって言ってたもんね、そうそう。その気持ちわかるもんね、ちょっとね。お本当に、そのジャニーズのファンのね、そのお客さんわーって入ってて、本当にギャーって言ってたもんね。ギャーだよ、に。そうそう。悲鳴なんだよね。確かに、でも、 てゴシ君とかも普通にかっこいいもんね、やっぱね。めっちゃかっこいいもん。みんなかっこいいね。うん。で、俺正直さ、あの、ほら、ラジオにさ、ABCZ 来てくれたじゃん。で、もちろん上なんか抜いてないから、ラジオだったから。でもまあ、でも動きなんかすごいっていうのはわかるね、テレビで見てても。だけどさ、基本細っこく見えてたの。テレビとかで。 で、なんかその筋肉といえばって言ってジャニーズの人がこう裸をこう見せてたりしてたら、うんうん、俺なんかそういうなんかラグビー部とかでモコモコ筋肉、うん、側じゃん。うん、だから、あんなどなんかや痩せてて必要最低限の筋肉が見えてるだけなんだろう、うん、マッチョってそういうことじゃねえからみたいなことを思ってたの今まで正直言ったらずっと。でもさ、今回ああやってジャニーズのみんなが上抜いて競技とかするじゃん。うん キレッキレよ。キレッキレよ。上田くんとかもすっごい。キレだった。山田くんも。やばかったね、あれね。俺、取り消す。別にどこでも言ってないけど。うん。キレッキレジャリーズ。マジで。すごかったね。うん。ちょっと美しいさすら感じるもんね、あれね。バランスがすごいんだよね、なんか。そうそう。上から下までの。見惚れちゃってさ。わかる。うん。でもね。うん。 ジャニーズにも見惚れてたんだけど、うん、その PK 対決で、うん、酒井も出たじゃん、うん、サッカーやってたってことで。はいうん、で、やっぱりね、うん、そのみんなサッカーの経験者がやるわけじゃん、PK 対決は。うん、でも、その中でも、うん、パンサーの小方さんと酒井はちょっと別格ね。うん、俺から見てもわかるね。<laughs> <laughs> あ、まじっすか。小型さんの一本目入ったシュートも矢のような突き刺さり方して。うん、あれは完全にやってた人、僕でもわかります。ちょっとレベル違うああそうでしょう。白、はい、を這うような弾丸シュートじゃん。うん、すごい。あれはすごいなと思ったんだけど、酒井、うん、の、あのー、吸って抜いた PK <laughs>、うん、あのー、吸って抜いた助走から、うん あのー、キーパーの動きを見た上での逆をつく PK。<laughs> 恥じいな、それなんだ。ああ、そ<ー>う、完全にそれん知念君の動きを、ああ知念君の動きをだぞ。お前が読んでさ、ああ俺、誇りに思っちゃってさ、<laughs> 酒井が知念君の動きを読んで逆をついた PK で見事ゴールしてさ、<laughs> で、その後にさ、ああ芸人側の観客がずらーっとこう上にいたわけじゃん。うんうん で、そこに向かってさ、ニヤッと、口角片方だけニヤッとしながらさ、うん、この胸についてる芸人軍のエンブレムを指で刺して、ヘイ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 って煽るじゃん。俺さ、誇りに思っちゃってさ。<laughs> <laughs> <laughs> やべえ、見て。いや、見えない。さお前は、俺の誇りだよ。ンニッポンゼロ <laughs>